ファイターの皆さん、ようこそ私の実験場へ。エラー発生、ノイズを検知、フィールド内に未知の反応を確認しました。皆さんはミッションを行いながら未知の物質を収集し、データを転送してください。それではフィールドへ次元転送します。衝撃に備えてください。次元転送完了。ウォーゲームを開始します。それでは良い一日を。今から恐竜とのバトルテストを行います。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ティラノサウルスを召喚します。正体不明の歯車の解析が一定値に到達。これは別次元にいる凶悪なロボットの部品のようです。高品質なデータが得られる可能性があるため、通常ミッションを破棄し特別なプログラムを実行します。これから皆さんには凶悪なロボットと戦闘していただきます。別次元で数多のロボットを生み出したマッドサイエンティストからの贈り物です。全員で協力し破壊してください。黄色い悪魔、イエローデビルを召喚します。フィールド外周に展開されているトラップには注意してください。触れた場合、エルドスイッチでも耐えきれないダメージが予測されます。イエローレベルのボディは特殊な形状記憶パーツを用いて作られています。特殊な素材のためボディへの攻撃はあまり有効ではないのです。
断します。データを獲得しました。私のスーツ開発は永遠に終わることはありません。今回のウォーゲームの最も優秀なファイターの皆さんです。